郵政監査法人は、かつて、日本に存在した純大手監査法人である。2018年7月1日に、純大手の太陽有限責任監査法人と合併。合併後は、太陽の名称が継承され、東法人は消滅監査法人となった。世界第9位の会計事務所であるクローフォーワス、インターナショナルと提携していた。ヤマダパートナーズ会計事務所に所属していた。 加藤義隆が一部門を独立させ設立した比較的新しい監査法人である。参加の優勢アドバイザリー株式会社及びクロー・ホーアスグローバルリスクコンサルティング株式会社と共に優勢グループを形成する。海外提携先は当初モリソン・インターナショナルとしたが2011年にクロー・ホーアス・インターナショナルへ変更。同年にモリソンは国内の提携先を 監査法人 A&A パートナーズへ移している。日本国内における税務関連の提携ファームはクローフォーワスには存在しないが、前述の通り税理士法人ヤマダパートナーズとは兄弟関係にあると言える。コンサルティング業務の関連会社についても、当法人よりも先に設立されていたヤマダコンサルティンググループ株式会社と兄弟関係にあるものの、クローフォーワス参加には、 株式会社桜総合事務所という別のメンバーファームが存在しており、どちらつかずの状態となっていた。太陽、郵政の合併に際しては、山田コンサルティンググループも太陽グラントソントン系列との業務提携を決めたことから、ねじれの関係は解消した。法人最大の特徴は、他法人よりもコンサルティング業務に注力していることであり、 業務収入の2割以上を非監査証明業務が占め、純大手監査法人では最も高かった。また3月決算以外のクライアント比率も高く、決算期が大きく分散している。優化証券報告書より最近の監査報酬上位10社を以下に示す。3月決算法人であるため監査報酬は2017年3月時点。今日も及び、 財産の状況に関する説明書類対応、有限責任監査法人と郵政監査法人の合併に向けた基本合意締結のお知らせ、ありがとうございます。